皆さんこんにちは清学院中学高等学校で広報部長を担当しています甲浦と申します本日はどうもありがとうございますこれから帰国生向けの学校説明会を動画でお届けいたしますよろしくお願いいたします本日のプログラムは大きく4つになりますまず最初に本校の教育理念についてお伝えをいたします 二つ目に本校のグローバル教育についてお伝えをいたします三つ目には本校の帰国生入試についてお伝えをいたします最後に本校の高校新クラスであるグローバルイノベーションクラスについてお伝えをいたしますでは最初に本校の教育理念であるオンリーワン教育についてお伝えをいたします本校のスクールモットーはオンリーワンフォーアザーズというスクールモットーを掲げております このオンリーワン・フォーアザーズの意味ですが、まずオンリーワンに込めている意味として、生徒一人一人がかけがえのないたった一人の一人である。かけがえのない賜物を持っている。というふうに我々は確信を持って教育活動をしています。賜物とはキリスト教言葉で才能やタレントということを表します。必ず一人一人が賜物を持っている。その賜物を 教員と一緒に発見をし、そして共に磨いて成長させていく、そういった教育活動をしております。そしてフォーアザーズに込めた意味は、他者のために、世界のために貢献する人になってほしい、そういう願いを込めて教育活動をしています。一人一人が持っている賜物を生かして、他者や世界に貢献していく、そういった人に育てていく、そういう教育プログラムを行っております。 このオンリーワンフォーアザーズをベースにしていく礼拝というものが本校にはございます毎朝15分間礼拝を行っていますここでまさにオンリーワン、えー、一人一人が大切な存在であるということやフォーアザーズ他者のために社会のために貢献していくというメッセージをこの礼拝で毎朝投げかけていきます この15分間がありますので生徒たちは心を静めて心を穏やかにして授業に臨むことができるまさにオンリーワンフォーアザーズの土台になっている時間でございますこのコロナの期間においてもオンラインで礼拝は毎日行っております2つ目に本校の教育の特色についてお伝えをいたします 今回は帰国生の方が対象ということですので特にグローバル教育に特化してお伝えをいたします本校の教育プログラムは大きく3つの柱で支えられています1つは授業です2つ目は宿泊を伴う体験学習ですそして3つ目にグローバル教育がございます授業や体験学習については本日は時間がありませんので ままたた別のとところでおお聞きいただければと思っておりますグローバル教育について特に今日はお伝えできればと考えております。本校のグローバル教育は大きく2つに分けて特徴を説明させていただいております。まず1つ目が英語教育です。英語教育はツールとしての英語を習得するということを理念において取り組んでおります。 まず一つが入学時から習熟度別授業を展開しております特に帰国生の方には SS コースというオールイングリッシュでネイティブの教員による英語の授業が週6時間ございます通常のクラスから取り出した形でこの SS コースという授業を受ける形になります内容としてはソーシャルイシューを取り扱い そのソーシャル意識についてディスカッションをしたりプレゼンテーションをしたりライティングエッセイライティングを書いたりというようなそういった取り組みをこの授業の中で行ってまいりますかなりハイレベルな英語の授業を展開していく形になりますまたこちらには載っておりませんが英語経験者コースというのもございます英語圏で育っているわけではないですが英語が例えば英検3級や4級を取っているというような方のために 英語経験者クラスというものを置いておりますこの英語経験者クラスも取り出しの授業で行っております中学校2年生からは SS コースに加えて S コース A コース B コースという4コースの中熟度別授業の展開となりますそして我々はこの英語の授業の中でどのコースにおいても大切にしているのが英語好きになるということです 英語の授業の中では DJ English という音やリズムに合わせて生徒たちが瞬間英作文をどんどん英語で発信していくそういった授業を置いたりですとかスピーキングやディスカッションなどアウトプットを主体とした英語の授業を展開していますまさに社会とつながるツールとしての英語を習得していくそういった教育を展開しています このことによって本校の英語教育というのは大きな強みとなっており各方面でさまざまなスコアや実績として結果が出ているのがこの英語教育です。そして2つ目にグローバル教育の柱として置いているのが海外研修でございます。多くの学校校で海外研修プログラムは行っていいるかと思いますが本校も イギリスやアメリカオーストラリアといった英語圏でのホームステイプログラムはもちろん行っておりますそれに加えアジアでのプロジェクト型の海外研修を置いているのが本校の大きな特徴だと思っておりますまず一つ目はタイの研修旅行こちらが中学校三年生から参加が可能になりますこちらは三十年以上続く非常にこう実績のある海外研修になりますどんなことをやるかというと現地の 子どもたちと一緒にボランティアペースでプロジェクト活動を行ったり山岳少数民族のところでホームステイをしたりというようなそういったプロジェクト学習になります例えば現地でコーヒー豆を収穫しそして日本で販売するといったプロジェクトを行ったりまた現地の子どもたちと日本料理を日本から準備していって現地で一緒に料理をし 日本の伝統文化について学ぶそういったプロジェクトを行う年もあったり非常にさまざまなプロジェクトを実践してきていますですので30人が定員のこのタイ研修旅行ですが毎年60名近くの希望者が殺到し選抜志望留書等で選抜をせざるを得ないという状況になっております、まあ、そういったところがありましたのでこれは2つ目の海外研修を作らなくてはいけないということで2019年度より2つ目の海外研修として カンボジアでの研修を立ち上げました先ほどのタイ研修旅行がボランティアベースのプロジェクトベースラーニングに対してこのカンボジアはビジネスベースのプロジェクトベースラーニングになります特に現地の社会企業家と一緒にソーシャルビジネスを立ち上げるというそういった取り組みを生徒たちが行っていきます現地でさまざまな商品開発を行ったりですとか 動画や SNS を使ったプロモーション活動を行ったりですとかさまざまなものづくりことづくりを通して社会や世界に貢献していく、えー、そういった現体験を詰める、えー、そういったプロジェクト学習をこのカンボジアで行っております。ここが最後にご説明をさせていただきます、えー、グローバルイノベーションクラスの立ち上げの原点にもつながっているというふうに、えー、我々は考えております。こういった 英語教育そして海外研修プログラムを通して生徒たちは世界に対して広い視野を持って取り組んでいきますその結果進学先として海外大学への進学というところを積極的に、えー、志望するようなそういった生徒たちが近年目立っております次に本校の入試についいててご説明をさせていただきま,すまず帰国制入試でございます 中学受験においての帰国生入試は A 方式と B 方式というふうに2つに分かれております英語圏で勉強された方と日本語による授業を中心に受けられた方というふうに分かれております試験日は12月の8日を予定しております試験科目は A 方式については英語数学英語面接 B 方式については国語算数日本語面接という形を取らせていただいております 原則として海外在住期間が1年以上帰国後3年以内と設けておりますが海外在住が4年以上の場合にはご相談いただけましたら、えー、我々は柔軟に対応してまいります。最後に高校の新設クラスグローバルイノベーションクラスについてご説明をさせていただきます。本校はこれまで中学高校ともにレギュラークラスアドバンストクラスの、えー、と2つのコースにおけるクラス編成を行ってまいりました。 ところが先ほどお伝えもしましたように海外大学の進学や慶応の SFC など難関の英語入試をにチャレンジしていく子たちが非常に増えてきています、まあ、そういったところもありこういった進路に対応するまたものづくりことづくりで世界に貢献していく人を育てていくそういったことを理念にグローバルイノベーションクラスの立ち上げに踏み切りました2021年度よりスタートいたしますが こちらは内部進学の15名にプラスして外部から15名取らせていただきます。合計30名1クラスで実践をしていきます。より生学院らしさを追求していきたいというふうに考えております。では内訳はどうなっているかというところです。この緑色に色がついているところ、これはですね、レギュラークラス、アドバンスクラスと共通で行っていく内容について載せております。一般の教科、 通常の授業ですねプラス学校行事、えー、体育祭や文化祭といったものですそして体験学習これは高校1年生であればソーシャルデザインキャンプ高校2年生であれば沖縄平和学習という宿泊を伴う行事のことですこれは他のクラスと同じように実践をしてまいりますただし一般教科は35時間中20時間にさせていただきます残りの15時間何をするのかということです まず最初にリベラルアーツというまさにこの一般教科の土台になる考え方や、まあ、学び方を学んでいくそういった教科になりますイメージとしては新聞やニュースを題材にしてディスカッションをしたり哲学対話をしたりクリティカルシンキングやロジカルシンキングを育てていくそういった授業になりますこちらが週2時間行われます そこを土台にして大きく2つの柱イマージョン教育とスティーム教育を実践してまいります。イマージョン教育は英語で学ぶ時間これが週3時間になります。何を学ぶのか本校らしさを追求しておりますので本校は SDGs に基づいた教育をさまざま展開しております。まさにこの SDGs をこのイマージョンとして学んでいく英語を通して学んでいくそういった授業を3時間行います。 実際にはオールイングリッシュのネイティブの先生の授業そこにティームティーチングで日本人の社会の教員や家庭科の教員が入るそういうイメージになります通常の一般教科で英語6時間ございますので英語だけで9時間あるとそういうイメージになりますそして右側の STEAM の授業ですがこちらはこのクラスの理念であるものづくりことづくりを通して世界に貢献するそのための 作りことづくりをツールスキルを学んでいくそういった時間になります大きな内訳としてはデザイインンとサイエンスととサエス ICT の融合科目とい,う形になりますいわゆる感性を大切にしたデザインと論理を大切にしたサイエンスそれを 3D プリンターやさまざまなデータサイエンスをもとにした ICT を使って授業を実践していくそういった時間になりますこれが週6時間になります そして全ての集大成としてプロジェクトという時間が週2時間ございますこちらはいわゆる大学でいうゼミや研究活動のようなものになりますそれぞれ生徒たちが自分のテーマを決めて研究やプロジェクトを実践していくそういった時間になります当然ながら学内だけでなく外にどんどん飛び出していくそういった時間になっていくというふうにお考えいただいていいかなというふうに思っておりますこれがグローバルイノベーションクラスの特徴になります では、このクラスに入るための入試です。高校入試に関しては、帰国生入試と推薦入試、一般入試とございます。帰国生入試においての推薦、それから一般は A 方式、B 方式と分かれております。こちらに書かれている通りです。推薦は12月8日、英語を中心とした入試になります。A 方式も同様に、英語を中心とした入試になります。日程は1月13日になります。 B 方式は英国数、日本語の面接といった日本語をメインにやってこられた方の帰国制入試となります。この帰国制入試を経た後には基本的にはグローバルイノベーションクラスへの進学を我々は想定していますが一般の B 方式に関しては一部レギュラークラスへの進学も希望によっては考えていきたいというふうに考えています。そして推薦入試、一般入試この2つは いわゆる帰国生でもなく国内生の入試になりますここの合格者はすべてグローバルイノベーションクラスへの進学となります入試形態については推薦が適性検査英語そしてグループワーク面接という形になります一般入試は英語リーディングが8割エッセイライティングが2割という形をとっていますエッセイライティングはリーディングの題材に基づいた内容をエッセイを書いてもらうという形になります そして思考力入試本校が得意としてきている中学入試で展開してきた思考力入試を高校入試でもすでに昨年2020年度入試から実施をしていますここでは SDGs に関するような題材を自分たちで情報を読み取りそして考えアウトプットしていくそういうタイプの入試いわゆる大学入試でいう小論文や総合問題に近いそういった入試というふうに捉えていただければと思いますそして面接という形になります 以上が、本校の説明になります。こちらに書かれていますように、本校では今、このコロナ禍において、オンラインでの学校説明会、個別相談会、並びに思考力セミナーといった、小学生、中学生向けの体験会も随時行っております。ほぼ毎週土曜日何かしら開催されておりますので、ぜひホームページをご覧いただければと思います。9月にコロナが落ち着いたら、 リアルな学校説明会も行ってまいりますので随時ホームページの方をご確認いただければ幸いでございます。またさまざまな入試情報など LINE 公式アカウントやさまざまな SNS などを通して説明をしてまいりますので是非そちらの方もご利用いただければと考えております。 以上で正学院中学高等学校の説明を終わりとさせていただきます本日は貴重なお時間ご清聴いただきまして誠にありがとうございました